よすごくナチュラル、さらに高級感も漂うというね、自信作です。まあ、池田工芸のパイソンの中でもすごく人気のあるこちらですね、まあ、翡翠パイソンですね。今年は少しこう遊び心を加えてね、ちょっと見てください。少し傾斜をつけてます。これはね、やっぱり土踏まずの部分をここにしっかりとフィットさせることによって足を疲れにくくする。グリーンが好きな方、それから足元をねグリーンで装いたい方ですよね。そういう方にとってはすごく面白い、すごくかっこいいサンダルに仕上がったんじゃないかなと思います。皆さんこんにちは、クロコダイル池田社長です。今回ご紹介するのはこちらの裏メニュー、裏メニュー、パイソンとクロコダイルを使ったサンダル第2弾です。池田工芸として実は去年の夏に第1弾のサンダルを発表させていただきました。その時発表したのはね、定番的なお色目をね使ったもので、あの皆さんがね履きやすい、センスよく見えるものだったんですけれども、今年はまあその定番的な色から少しこう遊び心を加えてね、あの池田工芸が取り扱っている色物のパイソン、それから色物のマットクロコダイルをちょっとふんだんに使ってね、皆さんにお届けしたいと思って作成しました。まあ池田工芸のパイソンの中でもすごく人気のあるこちらですね、まあ翡翠パイソンですね。これがまあセンターラインなんですけれども、要はその両サイドがグリーンになっていて、で中央によるほどまあ白っぽくなっていく、プラスアルファですね、鱗と鱗の目地といわれる溝の部分にコントラストを出すために少しこう黒っぽく仕上げた、そういう加工のパイソンなんですね。でこのパイソンをベースに使いながら鼻緒ですよね、まあ、池田工芸80周年記念モデルで使ったこのティラノというグリーンのマットクロコダイルですよね。これを合わせた配色でもこれもねすごくいいんですよね。作るとやっぱりこのグリーンにグリーンですよね。すごく色が合うし、年代問わずいろんなシチュエーションで履いていただける、すごくナチュラル、さらに高級感も漂うというね製品が出来上がったので、これは僕はすごく自信作です。だから本当にグリーンが好きな方、それから足元をねグリーンで装いたい方ですよね。そういう方にとってはすごく面白い、すごくかっこいいサンダルに仕上がったんじゃないかなと思います。新色展開するんですけれども、パイソンも色ごとに特性がある、同じ素材の色違いではないんですよね。同じパイソンでも加工が違うものを使っています。ハーフブリッジ、それからこの翡翠のパイソンですね。これは単純に色の違いだけではなくて、加工自身がそもそも違うんです。翡翠の方はね染色をしっかりしているタイプになります。パイソンの本来のね風合いを残しながら少し張りのあるような表情をして、でも非常にソフトで履きやすい、馴染みやすい風合いをしているので、こう履いていただくとね、こちらもすごく気持ちいい、まあそういう素材感をしています。僕らはねエキゾチックレザー、クロコダイルとかパイソンっていうのをもう長く長く扱ってきた会社です。なのでその性質、それから特性っていうのはよく理解しているつもりです。特にパイソンっていうのはね、やっぱりこの鱗の動き分かりますかね、これがすごい特徴で、この鱗の向きをね後ろに流れるようにやってますよね。で僕たちは最初作った時実は反対向きも作ったんですよ。動く方が前面にあるっていう、まあ、そういうふうに作った時にどっちがこう足を入れた時に感触がいいか、それからまあ本当感覚的なことなんですけど、鱗が動くことによって足のフィット感を増すかどうか、そういうのをちょっと実験してね、僕たちは要は前から後ろに流れていく鱗の向きベストなんじゃないかなと思って作ってます。鼻緒でも直接ねこう肌に触れる部分っていうのは、あえて黒の素材を使っています。こだわって使うビブラムソールなんですけれども、まあ種類的には900種類ぐらいあるんですよね。
まあ、その中から厳選してこのサンダルに最適だと思うその一つのビブラムソールを選んでつけています。で今回この翡翠のパイソンに使っているこのソールっていうのはちょっとグレー、あとこの中間にクッション部分があるんですけれども、グレー白という形で、まあ、色の統一感を出すためにこういう配色にしています。あと黒色ですね、グレーのバージョンとあとブラックのバージョン、ソールの2色展開をしようかなと思っています。この動画ではね、このグレーのソールのものしか持ってきてませんけれども、あの商品ページの方ではね、黒のソールの画像もつけておきますので、お好きな方をね選んでいただければいいかなと思います。ビブラムソールがあってね、でここに別素材のクッション素材があって、なおかつまあ、EVA を入れてしっかりとしたサンダルを作っているんですけれども、あの池田のサンダルではないものを履いてるんですけど、やっぱり少し足が疲れやすいんですよね。でそういうところに着目をして、実はここちょっと見てください、少し傾斜をつけてます。これはねやっぱり土踏まずの部分をここにしっかりとフィットさせることによって足を疲れにくくする、さらにあのフィット感を良くするという作用があります。でこの盛り上げるのもね、単純に盛り上げるんではなくて、先ほど説明したエヴァ素材ですよね、そういうものを何層にも重ねてクッション性がしっかりしていて、まあ、全体重を受けれる傾斜の角度も計算してね、このサンダルを作成してます。この傾斜があるからね、少し前傾になって歩きやすくなる、まあ、そういう作用もあるんで、こういうものの作り方をしています。僕たちがねサンダルであるとかスニーカーをやる上で、やっぱり僕たちはバッグ財布の職人集団なので、その知識を持った先生に教えをね請いたいという思いがあってね、僕にとっては心強い先生がね一人いらっしゃいます。でいろいろお話ししてる中でね、やっぱり日本人の足っていうのは欧米の人に比べると少し内振りなんですよね。そういうものをやっぱりサンダルでも体現しようということで、サンダル自身ですね、少し内振りに作っています。なので日本人の足にはね非常にこうフィットしやすい形状にしています。甲が広い方とか甲が高い方とかいろんな方いらっしゃいますけれども、まあ、ある程度対応できるような形になってるのかなと思います。細かい部分にすごく熱い方なんで、その先生のね熱い思いもこもったそういう製品をね楽しんでいただけると僕たちはすごく嬉しいかなと思います。今回ね皆さんにご紹介した新色ですよね、そちらをちょっと履いてねイメージを見ていただこうかなと思います。サイズ感でいくとね M、L、LL、3サイズ展開です。で M がだいたい26から7ぐらいの方、 L が 27.5 から28.5 ぐらい、 LL が29から30ぐらい、まあだいたいおおよそのサイズ展開にはなるんですけれども、まあ、小さめを履きたい方、大きめを履きたい方がいらっしゃるので、自分の好みに合わせてお買い上げいただければいいかなと思います。で今回ね新色でご紹介している製品は L サイズをご用意しています。僕は通常 27.5 ぐらいのサイズ感の靴を履きます。おお気持ちいいな、やっぱりだいぶ気持ちいいですね。おおどうですか、良くないですか。ちょっとね去年と違う点が一つあって、この鼻緒の要は指の間に入る部分ですよね、そこは去年よりね少し柔らかいものを使うようにしてます。だから履き心地がさらに良くなってる、まあそういう感じになりますね。翡翠を使ったサンダルの特徴っていうのは、まず前から見た場合にグリーンのサンダルではあるんですけれども、真ん中のセンターラインが白っぽい、それがグリーンの中の色のコントラストを作ってる、で単調にならないそういう表情を作ってるんですよね。で、まあ、横から見た時はグリーンなんですけど雲模様が残っているので、やっぱりグリーンと黒っていうコントラストがまた生まれる。さらにこれ後ろから見た時はめっちゃかっこいいんですけど、こう歩く時にかかとが持ち上がりますよね。その時にこの翡翠パイソンの鱗と鱗の間にある黒の色の部分がねチラチラ見える、サンダルの表情をすごく豊かにしているので、
だからファッションアイテムとしても本当にこれを履くだけで一つのファッションポイントになる、すごく面白い、すごくかっこいいサンダルじゃないかなと思います。翡翠のパイソンとティラノのこのサンダルですね、それにこの行きのバッグを持ってもめちゃくちゃいいかな。なんかお祭りにこういうので行っても全然いいし、翡翠のこのサンダルはちょっと大人の落ち着きを感じるかな。なんかそんな感じがしますね。まあでもちょっとしたね、あの飲み会であったりとか、こういう涼みに出る時とかね、こういう格好でやっていただくと、まあ、これがパイソンって分かるとね、やっぱりすごい皆さん驚かれると思うし、コーディネートしてね出かけていただいたらいいんじゃないかなと思います。ティラノのお財布と本当に翡翠とティラノのサンダルを合わせてみました。まあ、ちょっとしたところに出かけるんやったらね、これで十分じゃないですか。な色を合わせるだけでね、すごいやっぱり統一感も出るし、まあ、こんな感じです。サンダルと合わせるとね。今回はね、去年に引き続き第2弾のサンダル新色をねご紹介しました。この夏場にね、まあ、履いていただきたいなと思うので、まあ、概要欄の方にね裏メニューの秘密の扉をねご用意しておきますので、興味のある方はそちらからね入っていただいて、詳細をいろいろ確認していただければなと思います。この動画をね見ていただいた方しかご購入できない YouTube 限定の裏メニューになります。で、今回のサンダルっていうのは裏メニュー中の裏メニューなので、世の中にないものをね僕たちも作っていきたいと思ってご用意した製品なので、興味のある方はそちらの方で詳しくまた見てみてください。今回はね本当ご視聴ありがとうございました。お気に入りいただいた方はチャンネル登録とそれから高評価の方よろしくお願いします。